どうもこんにちは、いくちかです。今日も栄冠内白金高校編やっていきたいと思います。今回は入学式からやっていきたいと思います。まずは野球マス止まっていきましょう。はい、柳田、高野、今泉。これどうしよう。ギータか高野か。ギータでいく。あ、待って、阿部飛狙ってみるわ。阿部飛行きます。いけ阿部飛、きたー。そんな感じで今回入学式やっていきたいと思います。果たしてスカウトした子たちは入学式ってくれるんでしょうか。都道府県どうしようか。まだ広島でいい？それともちょっと弱い県に行ってみる？ちょっと島根あたりに、いやーまだ広島だ、いやーちょっと島根に行ってみます。そんな感じで行きましょう。はい、かんばらくんと、お、この子あれじゃん、二人とも俺がスカウトした子じゃん。見ていきましょう。かんばらくん、盗塁 A、 インコスヒーターダメ押し、え、超強くね、熱血感。いいね、めっちゃ強い。いきます、次。池谷くん、まあまあ、池ガヤか、池ガヤ。まあ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 、まあまあだね。次。白木くん、白木くん。まあ、C が多いのはいいかなって感じ。ピッチャー、山北くん、うん。矢野くん、左投手 A、OK。菊池、クール、うん。お、中井選手、あれだね、横浜に行った中井選手かな、多分。はい、そのぐらいでございます。赤と曇ってんのが痛いな。まあでもそこそこいい入学式なんだったんじゃないかな。そんな感じで、じゃあ今年のオーダー組んでまいります。はい、スカウト、おー、そういう風に出てくるのね。よし、女子マネー、打撃重視できます。じゃあってことでオーダー組んでまいります。徳田使っちゃったよ。どうしてくれんの。丸ボタン連打したら徳田使っちゃったよ。やろう、この野郎。オーダー組んでまいりました。1番ファーストで1年生のかんばらくん、スカウトした子を使っていきたいと思います。盗塁 A だからね。このまま走力をガン上げしていきたいと思います。2番天才高野くんと、3番ショートで俊介選手、4番が安定のギータで、5番にレフトにコンバートします原田くんです。で、神戸へ寺岡くんキャッチャー B、 板橋くんサードで、エースが杉村です。はい、ベンチメンバーこんな感じになっております。中井選手とかもサードで守らせてもいいかなとか思うんだけど、エラーがやっぱ怖かったりするし、まあなんか臨機応変に使っていこうかなって思います。はい、そんな感じでやっていきたいと思います。矢田場高校から、矢田場高校と練習試合やっていきます。おっしょ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 、中井選手の代打サヨナラホームランで勝ちました。まさか勝てると思わなかった。意外性強いね、やっぱ打高だわ今回。そんな感じで練習試合も勝てました。なんかオフにやってきたことが今出てますみたいな感じがする。いいね。お、中堅校になった。練習試合で勝って中堅校になるとはまさか。ありがとうございます。どんどん進めていきましょう。どんどんと進んでいきましょう。どうしようかな。今回は多分夏の大会1回戦が始まる前まで進んでいきたいと思います。前回親孝行編でやってたんですけど、親孝行編は2年目は1回戦で負けたんですよ。なんで、とりあえず自分の中ではそこがあれかなと思ってるんで、峠じゃねえわ。なんか一つの壁かなと思ってるんで、まずは1回戦を超えないとねってところからスタートだね。お、いいね、かんばらくん。さすがスカウトした子。俺のスカウトの、マジ、監督の鼻も高えぜ。そして俺の活力もやべえぜ。そしたらかんばらくん、パシられました。最高です。もうネタ要員じゃん、かんばらくん。八百屋さん泊まるよ。八百屋さんでいいお野菜くれるかな。なんちゃってね。なんでもない。なんでも、何もかけてないわ。なんでなんちゃってねってたんだろう。普通に、誰か、上がれ、上がれ。おう。ちょっと悪いからスケジュール見直ししますか。ドカンと住みたい。おいね。ドカンと一発、ハゲあった。まあ、5月の練習試合やっていきたいと思います。前の動画でも話したんですけども、前コメントをいただいて、弾道を早めに上げた方がいいみたいなコメントをいただいたんで、それに従って、先に弾道を上げていこうかなって思います。ここは、カーブ上げときたいな。で、この子たちは変化球をまず上げましょう。はい。で、覚えます、変化球。シュート方向でいきましょう。赤石くん、いいね。赤石くん、代打にしよう。で、寺岡くんはミート OK、パワーします。白木くん、弾道でいいや。代打にしよう。で、原田くんはごめんなさい。サビポジつけます、外野で。神原くん、総力上げたいんだけど、弾道。天才パワーでいいね。で、中井選手ももう弾道3だから、どうしようか。どう育てるべきだ。
終盤に出てくるダイタみたいな感じで、とりあえず総力40まで上げるか。板橋くんはパワーでいいかな。パワーでいいや。矢野くん、多分、早急さえ安定すれば、すぐレギュラー取れるよ、君。板橋くんとだったら戦えるよ、全然。余裕で戦える。熱血感でしょ、先にちょっと守備上げようか。補給30はさすがに怖いもんね。いきます。川中くんは、ちょっと、ムードバスが嫌なんで、さよならグッバイです。カンベ、ミートいいね。カンベどうしようか。カンベ、ミートパワー C にしましょう。俊介選手、パワー D 乗りました。ショートなんでちょっと守備上げます。で、ギータです。ギータ、総力 OK。一辺守備上げない？いや、違うな。守備だな。で、菊池選手は、代打チックにそら、いやー、代打、弾道上げよ。OK。いきまーす。なんか最近俺、ジャンプもしっかりと定期購読して買ってるんですけど、なんか最近、中堅漫画がめっちゃ終わっちゃうんですよね。ヤクネバが終わったと思えば、今度、配給が終わるんですよ。あ、この動画撮ってるのは、あれなんですよね。7月の割と中盤頃なんで、この動画が上がってる頃には、きっと、もう完璧に終わってんだから、多分こいつ何言ってんだろうって感じになってると思いますが、やっぱなんか新しい漫画も面白いけどさ、配給とか鬼滅の刃とかさ、そういう役ネバとかさ、終わっちゃうと悲しいよね。面白かったからさ。ま、とか言いながら多分また面白い漫画がそうやって出てくるんだろうけど、自分としてはジャンプ派なんで、超楽しみです。なんかジャンプの漫画で何がおすすめですかって言うと、今、アンデッド・アンラックっていう漫画がありまして、超絶面白いんで、なんか俺だけかもしれないですけど、よかったら一回見てみてください。急速ボールナイス。感染使ってゴール止まりましょう。お、星が見えたぞ。星に止まろう。みんなでスターになろうぜ。八百屋さーん、いいね、シラック。ナイス。4で止まります。で、星。野球マス3つくらい出てくんないかな。野球マス最近ちょっと乗ってるんだよね。野球マスで乗りに乗ってます。乗ってる男です。呼んでください。乗ってる男で呼んでください。上で行きますか。あ、練習試合やるわ。練習試合やるか。名門と戦います。矢沢高校。6月の練習試合と練習試合途中までカット。はい、負けてまいりました。いや、惜しかった。結構いい感じのとこまで行ったんだけどね。さすが名門だったわ。さすが甲子園出場してるチームは強えわ。まあ、ただでもちょっと、戦えるんじゃねえかな、ねえのかなってのは少し思った。いけるぜ。頑張ろうぜ。お、練習効率が上がった。よし、ここは総合練習使います。総合練習3つあるんだけど。やば。なんか、スポンジみたいなのあったらいいんだけど。あ、あったわ。今日なんかもらったわ。まあ、いっか。上がる。めっちゃ上がるね。今時のギャルぐらい上がってんだけど。上げ上げフィーバーやん。いいね、みんな。よし。あー、今度下がったわ。今来たこの徳田は合宿まで取っときたいな。よっぽどなことがない限り、合宿まで取ってきます。何これ。高野が練習前のテスト勉強期間。練習こそ大事。あ、ごめん。あ、練習効率上がった。いいんじゃない？じゃあ、そこ練習使いましょうか。スケジュール見直し使いたかったな。高野の信頼度を犠牲にめちゃくちゃみんな成長しました。TVer 使ってアロマテラピーで試験止まってきましょう。お、ありがとう校長。絶好調。ペッパーくん使っちゃいました。あ、そういえばあの、ホークスで、今、ペッパーくんの、なんだろう、応援団みたいなのあるんですけど、めちゃくちゃ可愛いんですよね。なんか、ツイッターとか見てると気持ち悪いみたいなのあったんですけど、俺超好きなんだよね。お、なんか上がって欲しい人たちが上がった。このままティーバッティング使ってきます。なんか超絶俺は可愛いと思うんだよね。なんだろう、あれ。あれ、不評なんだよな。なんなんだろう。超可愛いのに。なんかよかったら皆さん気になったら、ホークスの、応援団調べてみてください。アロテラ使います。あそこの星も溜まりますか？お、オーダーがもうそろそろ始まりますと、来てます。励ます。今泉くんのカツラを取ってきます。前評判 D ね。前評判 D ならなんとかなる気がする。じゃあ、ここを感染使って、次回読んで公式戦1回戦からやっていきたいと思います。そんな感じでございましたということで、また次回の動画でお会いしましょう。またね。